イタキ島は、イオニア海に所在する、ギリシャ領の島で、地理的、行政的なイオニア諸島に属する。イタカ、島、イタケ島もしくは、イタケー島とも呼ばれる。ホメーロス、オデュッセアでは、英雄、オデュッセウスの故郷として、イタケー島が登場するが、現在のイタキ島と同一であるかどうかには、諸説ある。イタキという名前の起源については、 以下のように様々な説がある。イタキという名前は古代からずっと変わらないが、いろいろな時代の文献で別の名前で呼ばれている。イタキ島の北部島の西側にある海峡は、イタキ海峡と呼ばれている。最西端のエクソジャイ岬など岬がある。北西に、アファレス湾、北に、フライクス湾とキヨニ湾、南に、オーモス湾とサラキニコ湾がある。 最も高い山は2里と3で、標高806メートル。続いてメリビーリー3の標高669メートル。隠離島が港にある。救世主教会と古い刑務所跡もある。板木島に最初に人が住み着いたのは、新石器時代後期である。住民たちの羊はわかっていないが、建物、壁、道路の跡から、古代ギリシア時代初期まで。 生活が続けられていたことは分かっている。前イコール、ケーネ文明時代には、住民の何人かが島の南部に移住した。発掘された建物や壁は、当時の生活様式が原始的なままだったことを示している。ミケーネ文明の時代、板木島の古代文明は、最盛期を迎えた。板木島は、周囲の島々を従えた、ケファロニア国の首都となり、 当時の最も強力な国の一つと呼ばれた。イタキ人は、地中海の遥か遠くまで勇敢に遠征する優れた航海者、冒険者とみなされた。ホメロスの女子イーリアスとオデュッセイアは、青銅期時代のイタキにいくらかの光を照らすかも、しれない。この二つの詩は一般に、紀元前8世紀から紀元前6世紀の間に作られたと言われるが、 ベースになっているのは、古い神話や史的な伝承である。英雄、オデュッセウスの描写、及びオデュッセウスが、イタキア、周囲の島々、本土を統治していたことは、当時の政治地理学の記憶を残していたのかもしれない。しかし、ケーネ文明が終わって以降、イタキの影響力は衰退し、近隣の大きな島の支配下に入った。古代ギリシアの前世紀、 コリントス人は、この小さく不毛の島を放置した。島の北部と南部で自立した組織だった生活が続けられた。南部では、アエトス地域にアラルシミーニーという町が作られた。歴史的に重要な価値を持つ、この時代の遺物がたくさん発掘されていて、その中には、イタキの名やオデュッセウスの絵を刻んだコインがあり、島が自治されていたことを示している。 紀元前2世紀に、伊達島は、ローマ帝国に占領され、その後、東ローマ帝国の一部となった。12世紀から13世紀にかけては、ノルマン人が、伊達島を統治した。時代や征服者たち、周囲の状況で、島の人口は増減した。ベネツィア共和国の時代まではっきりした記録はないものの、ミケーネ文明の時代から、東ローマ帝国の時代まで、 住民の数は数千人で、その大部分は北部に住んでいたと信じられている。中世の間、人口が減少したのは、海賊の侵略の連続によるもので、そのせいで、住民たちは、山間部に居住区を作って住むことを余儀なくされた。1479年、オスマン帝国軍が、板木島にやってきた。多くの住民は、トルコ人を恐れて、島から脱出した。 残った人々は海賊を避けて山に隠れ住む人たちで海賊はイタキ島の湾とケファロニア島との間の海峡を支配していたそれからの5年間トルコ人とベネツィア人は島々の所有について外交交渉を重ね最終的にトルコが所有権を得たしかしベネツィアはイオニア諸島に未練があり艦隊を組織し力を増したところで 1499年、トルコの戦争を開始し、ベネツィア・スペイン連合艦隊が、イタキ島や、その他の島々を包囲した。戦争は、ベネツィア・スペイン連合艦隊の圧勝に終わり、1500年、ベネツィアは、イオニア諸島を支配した。1503年に結ばれた条約では、イタキ、ケファロニア、ザキントス島は、ベネツィアの、レフカダ島は、トルコのものとなった。 フランス革命の数年後、1797年、カンポ・フォルミオ条約を受けて、イオニア地域はフランス第一共和制の支配下に入った。イタキ、ケファロニア、レフカダ島及びギリシャ本土の一部は、フランス領イタキ県となり、イタキ島はその名目上の県庁所在地となった。住民は、行政、司法の管理に気をつける、フランス人を歓迎したが、 その後、課せられた重税が、住民の不満を引き起こした。この期間は短かったが、新しい制度、社会構造の概念は、島の住民に大きな影響を与えた。1798年の終わり、島の所有権は当時同盟関係にあったロシアとトルコに譲渡された。1800年、イオニア諸島は、 イオニア七島連邦国となり、ケルキラ島のケルキラがその首都になった。政府の形態は、イタキ島の一人を含む、14人のメンバーからなる、議会民主制だった。国会の港まで貨物を運ぶ許可を得て、イタキ船団は繁盛した。1807年、トルコの動揺を受けて、イオニア諸島は再びフランスの統治下に入った。フランスは直ちに、 イギリス艦隊に対抗する準備を始め、バシーに要塞を築いた。1809年、そのイギリスによって、板木島は解放されたが、その要塞は、後に、ギリシャがトルコと戦う時に役に立ったと指摘されている。1815年のパリ条約で、板木島は、イギリスの保護国である、イオニア諸島合衆国の州となった。 1821年のギリシャ革命時、イタキ島の重要人物たちは、フィリキエテリアに参加した。これは革命を炎上し、ギリシャ兵たちの避難所となった秘密組織である。さらに付け加えるなら、メソロンギが包囲されている間のイタキ人の参加、黒海とドナウ川でのオスマン帝国海軍との海戦も重要である。1864年のロンドン条約で、イタキ島は、 他の島と一緒に英国 B 期のゲオルギオス一世への感謝の証としてイギリスからギリシャ王国に割上された。1953年の地震でイタキ島の建築物のほとんどが倒壊した。1970年代にカラモス島がイタキの行政区から離れてレフカダの行政区に組み入れられた。イタキ県はイオニア諸島地方に属する行政区である。 カリクラティス改革によって、旧ケファリニア県からイタキシが、イタキ県として分離した。イタキ県は、イタキシ一市のみからなる。イタキシは、イオニア諸島地方イタキ県に属する基礎自治体である。イタキ島と周辺の島々をその地域とする。大きな島がケファロニアで、その北東にあるのが、イタキ島古代の時代から、イタキ島は、オデュッセウスの故郷だとされてきた。 ホメロスのオデュッセアにいたか島についての記述があるが、その描写は現代のイタキ島の地形と合っていないという指摘が時々されてきた。要点は3つ。第一に、イタカ島は低いとなっているが、イタキ島は山が多い。第二に、この海から出てもとも遠く、日没の型にという記述は、一般には、イタカ島は最も西の外れにある島だと。 解釈されているが、イタキ島の西には、ケファロニア島がある。第三に、ホメロスが名前を挙げているドゥリキオン島とサメ島に、符号する現代の島が不明である。一世紀のギリシアの地理学者ストラボンは、ホメロスのイタカ島は、現代のイタキ島だと書いた。それ以前の著作家たちの意見に従って、ストラボンは、低いとは、本土に近い、この海から出て最も遠く、 日没の型にとは、すべての中で一番北に、遠いという意味に解釈し、サメ島については、現代のケファロニア島で、ドゥリキオン島は当時エキナデス諸島として知られる島の一つだろうと、した。確かに、イタキ島は、ケファロニア、ザキントス島やエキナデス諸島より北にある。ストラボンの解釈は、一般の指示を得ることはなかった。それでも、古代ギリシアローマ時代には、 当時、滝と呼ばれていた島が、オデュッセウスの故郷であると広く考えられてきた。ヘレニズム時代になると、例えば、アイオロスの島は、リーパリ島であるとか、ホメロスの作品に出てくる場所の特定が行われたが、まともに受け止める者はおらず、古代の旅行者業者の創作とみなされた。ここに、三世紀になって、何人かの学者たちが、ホメロスのイタカ島は、 現代のイタキ島ではなく、別の島だと主張し出した。おそらくその中で最も知られているのは、ビルヘルム・ドープフェルドの、ホメロスのイタカ島は近くにあるレフカダ島だという説で、ある。ケファロニア島西部のバリーキ半島という推理もある。この説はこれまでにも何度か言われてきて、最近では、ロバート・ビトルストンがその著書、オデュッセウス・アンバウンドの中で、 オデュッセアが書かれた時代には、パリキは島で、ケファロニア島との間に狭い海峡があったと主張した。板木島が昔から板木島だったのは、コインにその文字が刻まれていることからも明らかで、そのコインには、オデュッセウスの肖像画が描かれていることも多い。紀元前3世紀の名には、地元にあった、オデュッセウスの英雄聖地と、オデュッセアと呼ばれる、競技会のことが言及されている。 また、イタキ島のスクール・オブ・ホーマーと呼ばれる考古学遺跡は、レフカダ・ケファロニア・イタキトライアングルの中で、通常国王の施設のそばにある、千文字 B が発見された、唯一の場所である。ありがとうございます。